剣岳天の木は、日田二郎の小説、および、これを原作とした日本映画である。明治時代末期、陸軍参謀本部陸地測量部によって、実際に、日田山脈の立山連邦で行われた、山岳測量プロジェクトを扱った。日本地図を完成させるために信念と勇気を持って、困難な山岳測量に取り組んだ男たちを描いている。1906年、 三謀本部陸地測量部の測量官、柴崎義太郎に、未登法とされてきた剣岳への登頂と測量の命令が下った。それは、日本地図最後の空白地帯を埋めるという重要かつ、困難を極める任務であった。山麓の山案内人と共に測量に挑んだ男たちは、山岳信仰から剣岳を維持する地元住民の反発。 枯れ状だらけの切り立った尾根と悪天候、なだれなどの厳しい自然環境、日本山岳界との登聴争い、未発達な測量技術と登山装備など様々な困難と戦いながら測量を行うが、東映の配給で2009年6月20日に公開、2007年4月に撮影を開始し、2008年8月まで延べ200日以上の撮影が行われ、 同年末に完成した。撮影にあたり登場人物の感情を大切に、するため芝居部分は原則として順取りで撮影した、ほか、東京パートや山独パートの撮影は、愛知県の明治村や富山県の上市町、富山市、立山町で、地域住民の協力のもとロケ撮影を行った。山岳測量のシーンは、これは撮影ではなく、行である、厳しい中にしか、 美しさはない。誰かが行かなければ、道はできないを、基本方針とし、明治の測量館の目線や感覚を大切にするため、空撮や CG 処理に頼らず、タガヤ・オサムをはじめとする、縦山ガイドの支援のもと、積雪期には、体感温度が、氷点下40度にも達する縦山連峰や、剣岳で山小屋やテントに泊まり込みながら、明治の測量官が登った山に実際に登って、 当時の足跡を再現するなど、長期間をかけ丁寧に撮影を行った。プレロケでは監督とスタッフが立山ガイドの支援を受け、ロングショットを主とする実景撮影を実施した。第一次ロケでは、浅野忠信、香川照之、中村徹、る、小市万太郎らを交えて、前年秋の調査登山シーンの撮影を実施した。浅野と香川は、数カットを撮るために、 博士沢から池の平まで9時間歩いて移動した日もあったという。天候も良く、撮影も順調に進み、室堂に初雪が降るのを待って、夏やぎいさを演じる行者を山から下ろすシーンを撮影した。第二次ロケは、明治村で宮崎葵、役所工事らを交えて、東京部分や列車上シーンなどの撮影の後、第一次ロケ参加者以外のキャストも参加して、 縦山山麓や積雪機の縦山連峰で撮影。嘘やごまかしの通用しない剥き出しの大自然のもと、剣岳周辺の山々の測量シーンを撮影した。第3次ロケ中に別山北尾根で落石事故があり録音スタッフが負傷したため撮影が10日ほど中断したが、7月1日から再開された。剣岳山頂へのアタック場面は史実に合わせて7月13日に、 撮影する予定だったが山頂部の天候不順のため撮影できず7月17日に再挑戦し撮影に成功した仕上げ段階でも使用するクラシック音楽は既存音源の二次使用ではなく仙台フィルハーモニー管弦楽団による生音での演奏が使用されたまた試写会は監督の木村が宣伝用の装飾を施した自家用車を自ら運転し 三ヶ月にわたって、全国を巡回して実施された。測量隊日本山岳会陸地測量部その他、基準点生果等を閲覧サービス。国土地理院。2014年8月18日閲覧。2009年工業収入10億円以上番組。日本映画制作者連盟。AB 映画公式プレスより、東映プレスリリース、東映ホームページ。 日本アカデミー賞公式サイトより、森田和義は笑っていいとも、2009年6月19日放送分より、ありがとうございます。